あんな顔して性欲強そうだしね。性欲に負けそうだよな。ああ性欲に、うん、椎茸の味が忘れられないんじゃないの、ね、うん、干し椎茸みたいにあの味がするんじゃない、ツバニアの乳首は舐めると。もう味するかもしれんよ、吸えば吸うほど。いいデジェル出るかもね、うん、案外。いや見たくなくても、いや俺この FC2 見たことないけど、雑談たぬきに貼ってあって見たけど、うん、まあまあでもね、出産経験あるし、まああんなもんじゃないですか、うん、ね、出産するとやっぱ黒くなるから、それしょうがないからね、やっぱ黒くなる分には。おーりんごいらっしゃい、あ、だしね、じゅんさん、あんなもんじゃないですか、うん、しょうがないやっぱ黒いのはな、うん、それを自信満々に見せるのが問題があって、うん、あれ黒い、でもあんなもんだからね、やっぱ。なんで、なんで。ちょっともうキューピーさんいじりしないでも、仲いいんだから。SY とかどうでもいいんだよ、もうそんな、もうなんかいなくなったやつの心配できないから、自分の心配してるんだよ僕は、うん、このままね、あのどんどんかそってね、あの散っていくのか踏ん張るのか、ここね正念場だから。お、ピエロいらっしゃい、あ、体調はまあいいですよ、寂しいけど。はい、みゆちゃんもいらっしゃい。これ大事だからね。ちょっとね、外配信でお金使いすぎたから節約もしなきゃダメだし。うん、お、メガホンありがとう。大丈夫じゃないよ、1位取っても。うん、一時的だから。一時的。お前偽物だろお前、これピエロってやつ、サプリ君みたいに、そっち行っちゃうよもう、うん、今ね中途半端だからね、うん、中途半端、そっち行く、うん、あのね、りんごちゃん、チャリ旅とかってね、かそるんだよ。チャンピンもかそってたでしょ。それあんなね、ガタ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 、アングルもね、酔うし、あれ、チャリ旅かそるからね。で、閲覧持ってる近藤組長も、徒歩旅、まあ、かそってるじゃん。うん、お、ゆりいらっしゃい。まさみ頑張るね。しょうがないんだよ、かそるのは。前から？そう、特にチャリ旅とかかそるよね。だからちょっと僕の が原チャリでしょ？で、あれなんか、よっさんスクーターでしょ？僕、中面あるから、CBX でも買おうかな。うん、CBX。お、ハートありがとう。CBX でも買って、バイク旅とかは、まあ、いらないか。酔っ払った？
お酒強いね。まあでも車あるしね、需要ない。まあプリウスで旅してもいいんだけどな。後ろ黒髪の女のどこ、怖いこと言わないでよ。延長もう良くないですか。ナイスも押してくれないしね。この辺でちゃんと帰ってきたよって報告できたからみんなに。どこ黒髪の少女って貞子っぽい。怖いこと言うなよ。どこだよ、怖いよ。じゃあ延長してほしい。ちょっとナイス、じゃあ50ぐらいしてもらっていいですか。もうちょっと34点ね、怖いこと言わないでって。一人で怖いんだから、もうやめろそういうの。お、ナイスしてくれた、ありがとう。もうナイス圏外になっちゃうよこのままじゃね。あ、帽子が貞子。ある意味まあそうだね、みんないるけど、人肌恋しいよ。あ、今日みゆきの二の腕触ったぐらいかな。 あとはリア凸に来た5人のうちの1人とキスしたぐらいかな。それぐらいしかないわ最近。あとはないな。あ、50いった？80にしてよ。だって200人いるんだもん。半分ぐらい押してよ。ちょっと頼むよ。ねえ。押してよ。朝ばっからも。ナイスー。出た出たってちょっと押してよ。お疲れ様。ナイス押してよ皆さん。誰だ消したり増えたりしてんのは。お、参加もしてくれてんの、オプちゃん、ありがとう。お、ゆりちゃんバーガーありがとう。あ、ミサこんばんは。詐欺、詐欺じゃないけど、じゃあ延長するから押してね。じゃあもうこれで終わるわもう、これで終わってちょっと早起きして、うえ、まあ岐阜行くかスロット配信やろうかな。スロット配信店舗見つけたから。 どっちがいい。さあ寝落ち、ふざけんなお前。どうする。あ、カホちゃんのリアトツ行く。カホちゃんのリアトツ、それもあるな。チュウ君にも会えるかもね、岐阜行ったら。あ、チュウ君連れて行くか。チュウ君、チュウ君に迎えに来てもらおうかな。スロットいいの？まあお金もったいないしやめようか、スロットは。じゃあ岐阜か、カオちゃんのリア凸だよ。岐阜が1番、カオのリア凸2番だよ。じゃあどっちがいい？岐阜1番、顔が2番。かおちゃん明日名古屋駅に来るらしいよ。名古屋駅に。あれ、かおちゃん人気ないな。かおちゃん
ちょっとカオちゃんアピールしなきゃ。ちょっとダメだこれ。ちょっとカオちゃんに電話するわ。ちょっとカオちゃんが、カオちゃんの言い分聞いたらみんなが動くかもしれない気持ちが。カオちゃんに電話しよう。カオちゃん、カオちゃん。俺 LINE 知らなかったっけな。カホちゃん、もういっか、電話も開いた。前10人ぐらい来るっつってたけどな。いや楽しくなるかわかんないけど。はい、カホちゃん。はい、いや俺リアドツ行きたいんだけど、みんながね、ちょっと反対するか。ちょっと言ってくればいいじゃん。いやそこをなんとかね説得してよ。あのね、結局みんななんかね、多分来ないよそんなに。でしょ。だから来るって言ってた人がね、結局なんかみんな予定がって言って来なくなったよ。そうなの。うん、いいの。じゃあだから確実に来てくれる人が一人いて、もう一人が夜8時ぐらいに来てくれて、であとなんかもう一人ちょっと微妙な人が一人いるぐらいかな。もういいじゃあみんな説得しなくて。いやー多分また荒れるよ来たら。ちょっと説得してよ。いや説得してよって言われてもね一日こうちゃん貸してとか言っときゃいいんだよ。貸してっていうか、いやそんな、私そんな権限ないしそんな権限ないし。じゃあもうやめとくじゃん。まあ決めるのはこうちゃんだから。いやそこはだからリスナーの気持ちが動かないといけないから。そしたらリスナーさん一番に考えてあげたらいいんじゃない？でもカオちゃんが今説得したら、あ、じゃあ行っておいでって言うかもしれないじゃん。説得？あの得意のね、ロリ声でやってみる。いやそれはやらないけど、あのガチで前にステッカー送ってもらったやつ、あれ中身入ってなかったか。中身入ってないわけないじゃん。入ってないんだよ、本当入ってなかったもん。娘と一緒にって言ってたんだから。中身が入ってないわけないじゃん。いやガチで入ってなかったの。あの本当なんか手紙だけ。それちなみにね、あのカオちゃんのステッカー俺ゼロニャンに頼んだんだけど。マジでゼロニャンが入れ忘れたってこと？わかんない。でも本当に中身入ってなかったの。入ってたら配信で開封枠をやろうと思ってたの。それゼロニャン入ってないから。それゼロニャンが入れ忘れたってことじゃん。じゃあ入ってなかったから、そうだからあのステッカーあるなら欲しいなって思ったぐらい。あ、そう。本当に入ってなかったの？うん、本当に入ってなかった。会う口実とかじゃなくて？いや全然違う。いやガチだから、もしあれだったら送ってくれるなら、もう一回送ってくれるんだったら私はそれでもいいと思ってる。入れ忘れ、まだ欲しいだけ。入れ忘れたんだったらじゃあ今度私に行くわ。ありがとうございます、まあ、明日はちょっとあれ厳しいかな。うん、まあ別に岐阜行って楽しんできたらいいと思うよ。まあ行けたら行くね。じゃあはい。